サーシャ・アレクシー・マキラは、フィンランド出身の指揮者、現在は、セント・マイケル・ストリングスの音楽監督。フィンランドのケラバに生まれたサーシャ・マキラは、ヘルシンキ音楽院でチェロを学んだ後、ロシア、サンクトペテルブルクのリムスキー・コルサコフ国立、記念音楽院にて指揮を、レオニード・コルヒマーに学ぶ。在学中の2004年に、サンクトペテルブルクのロシア国立図書館、 公共楽団の指揮者に就任する。その後フィンランドのシベリウス音楽院で、レイフ・セーゲルスタムに、また、アスペン音楽祭の指揮者アカデミーで、デイビッド・ジンマーに指持する。その他にも、ユーリ・シモノフ、クルトマズは、ヨルマパヌラ等の著名指揮者のマスタークラスに参加。2005年に、韓国のスーン国際指揮コンクール入選。2006年には、アメリカの 第6回バフタンヨルダニア国際式コンクール入賞。2007年から2010年にはフランス国立管弦楽団にてクルトマザーの副指揮者を務め、その後2010年から2012年までフランツ・ウェルザーメストが音楽監督のクリーブランド管弦楽団の副指揮者を務める。フィンランド国内の主要オーケストラとの定期的な演奏会のほか、ロシア、 イギリスをはじめとするヨーロッパ諸国から南アフリカや北アメリカまで客員指揮者として活発な活動を行っている。2004年にはヘルシンキでモーツァルトのオペラ劇場支配人でオペラ指揮者としてのデビュー。その後2005年にはヘルシンキスカラオペラでフィリップ・グラスの室内オペラ恐るべき子供たち。2006年には 流刑地にて、のフィンランドの国内初演を指揮する。2009年には、ムジカノバ・ヘキシンキーでティモシー・ページとサミ・クレメラ、共作のオペラ、ラバーズ・オブ・マンカインドの世界初演。2012年には、サボン・リンナ・オペラ・フェスティバルで、オペラ、フリー・ウィルの世界初演、その他レビア・ホヤ・ユッカ・ティエンス、レイビ・マデトヤなどのフィンランドの現代音楽の第一人者としても活動している。ありがとうございます。